皆さん、こんにちは。広報コンサルタントの石川恵子です。メディア取りに座談会。今日も3人で進めていきたいと思います。はい、自己演出プロデューサーの山口和子さん。はい、お願いします。はい、そしてスマートアットディレクターの高松香菜子さん。はい、お願いいたします。このメディア取りに座談会は、信頼、あるいは好感度を高めるコミュニケーション技術について発信している番組になります。 今日のテーマは、まあ、木原も、木原さん問題を、まあ、女性の視点で考えるということの第2弾になります。まあ、前回、木原さんの、まあ、今私、木原さん巻き込まれ問題って言ってるんですけど、<laughs> 巻き込まれ問題って言ってまた怒る人がいるんですがね、まあ <laughs> まあ、明らかに巻き込まれてるので <laughs>、それについてあのいやいや、進めていきたいと思います。じゃあ、はい、あのー、えっと、私、他の番組で RMC チャンネルというところで発信もしていまして、はい あのーま、前、発信した時に、あ何ていうか、レベルが低いとかね、言われちゃったので、いや、あのレベルが低いとかって言われてもあの、ちょっと趣旨が違うので、ということで、最初に解説しておくと、のもしハー、すごくハードにこの問題を、まあ、ゴリゴリといきたい方は、RMC チャンネルというところで、えー、ディスクマネジメントディアドルで,で、元検事が、元検事の村上弁護士、まあ、皆さんも、ね、よくご存知なんですけども、ねあのー、この村上弁護士が非常にヘビーに、 を解説しています。まあ、動機だとか、元県の視点から動機はどう考えたらいいのか、操作のどこに問題点があったのか、そして再捜査のためには何をしたらいいのかということを解説しています。あ、そうだ。あと、その前に木原さん問題、このチャンネル見てる人はよくわかんないかもしれないので、先に説明すると。<laughs> この木原さん問題、木原さん巻き込まれ問題は、この木原さんっていうのは木原誠二さんです。 前内閣官房副長官で、岸田さん、岸田政権の重鎮であります。で、彼の奥様、木原夫人が2006年に、前の旦那様、安田、安田種夫さんというんですけれども、安,安田種夫さんが不審死したということで、その事件の、ま、関係者、関係者というか、ま、ご遺族になるんですけどもね、不審死して、当時は、自ら命を絶ったというふうに、この、 警察から言われていたんですけれども、ところが、2018年に再捜査されまして、でその際に彼女は重要参考人として、まあ、10日間取り調べを受けたというんですで。その事件解明のために再捜査されたのにもかかわらず、一、まあ、年、1年も経たないうちに捜査が止まってしまった。 で、その時に圧力をかけたんじゃないかと疑われているのが、木原誠二さんなんですね。だから、ここでストップがかかって、あの事件が終わらないうちに、この事件捜査が終わらないうちに、うやむやになってしまったということから、木原問題と言われてしまっているということになります。じゃ、なんでこれが発覚したかっていうと、7月の上旬に文春がそれを取り上げて、木原さんが圧力をかけたんじゃないかということで取り上げたことから、 話題になり、さらに、えー、7月13日にお官房、官房長官じゃなくて、通ゆ警察庁長官が、事件性はないんだ、ということで、発言したところ、今度はご遺族、お父様たちですね、種尾さんのご遺族が、種尾さんとお姉様が、お司法記者クラブで会見をして、さらにその後、なんと、なんと取り調べをした佐藤誠さん、 という方が、あの、あの殺,のか殺,殺人家の刑事さんが、ね、会見をしてでそ、当時の捜査の問題点ということを、まあ、暴露してしまったということですね。で最新の情報では、9月28日に、種尾さんのお父様とお姉様が、また文春の公開インタビューを受けるというところまで来ております。はい、それについて、かなりヘビーに、まめ、あ、に、あの 発信しているのが RMC チャンネルになりますので、まあ、そちらをご覧ください。で、私の、私たちの方としては、まあ、かなりはこの、まあ、事件ヘビーなんですけれども、まあ、女性の視点でもう少し違う形でアプローチしていきたいなと思って、私は、私としては発信をしている次第です。はい、次第です。はい。では、のそうそう。これ、皆さん、うちのチャンネル見てもらって、 たかなみたいな、なんか難しくなかった、難しいという意見もあったり、も,うもっとここを掘り下げてみたいなねこともあって、ものすごいたくさん書き込みが来るんですけど、<laughs> うん、ど,どんな感じですかね、ちょっと感想 <laughs> <laughs> すごいですよね、村上弁護士、バレーのコメントもすごいたくさんありますよねねう <laughs> うんうん、うん、操作機関じゃないんだけど、ね、うちはね。<laughs> <laughs> ね <laughs> <laughs> 弁護士を一生懸命こう頑張てって応援してますみたいなのもいっぱい見るのでなんか私もお会いしたことがある一人の人間としては率直に嬉しいなっていう風には、えー、<laughs> そうですか。はただやっぱりあの私みたいに全然一般人だとその言葉がわからないとかその、うん、ねあの 言ってることが、えー、っとって理解する前に先にどんどん言っちゃうので、はい、ちょっと消化不良になることは実際にはあります。はい。<laughs> 同意見。あの、すごくね、あの面白いんですよ、うん、私は聞いててね。ただ、やっぱりあの、専門用語が多いので、あのちゃんと真摯にこう向き合って聞いてないと。 <laughs> あのー、なんか、あれ、なんだっけ、え、今の話なんだったのみたいな、なってしまうので、割と見るときは真剣にこうやって、あのパソコンに向き合って見てます。はい、はい、そうなん、ね、<の>ですよね。あ、そう、早口なので、先生にはもう少しゆっくりとか、はい、ね、申し上げてるんですけど、あのスピードに乗って。気持ちよく喋ってるときに、いや、そこでとかね、入るのはすごく難しくて、かとい、まあ、って、私がこう、もう一回そこ入ってもらいたいなと思っ。思 ってこういろいろ入るとですねまたあのコメントであの「邪魔なんですけど MC さん」って入って「MC 邪魔ね」みたいなねことをやれちゃうんで、ま、だなかなか悩ましいとこなんですね、うん、そうなんですよ、うんうん、まあ,あのついていくのが私も必死でそれであの、まあ、そうは言ってもすごく内容の濃いあ話をしてるので、まあ、とうとうテレビ局からちょっと取り上げたいんですけどっていう話も来てるので、うんまあ、な非常に前進してるなということは思います。うんいいです で、まあ、ここでも、あのー、詳しく取り上げてはいるんですけれども、こちらの RMC チャンネルでも、私が気になっているのは、やはり、木原夫人の、まあ、真理の方ですよね。真理すごく気になっていて、あのー、まあ、前回は、うん、まあ、エルメスのバックから言いましたけども、<laughs> あのー、まあ、そもそも、この、文京区一軒ず、一軒家にお住まいになっていて、でまあ、できちゃったことはいえ、3歳と一歳のお子さんがいて、 いるわけですよねでそこで別れたいと思っちゃうというところがどうしたのかなとでも、もちろん恋人ができた恋人というか、まあ、不倫というか相手、はい、がいるっていうのはあるんだろうけれども、であれば,であれば共同親権を表そう必要はないと思うんですね。まあ、子供もも欲しかったみたいなので,、うん、で、最終的には結局再婚はしてない、まあ、Y さんという方と再婚はしてないわけですよね。ですから 何が、田オさんがそんなに嫌だったのかな、ということ、あ,あとはその、まあ、殺人犯、殺人犯というか、まあ、あの、重要参考人として疑われたということになる、となると、いやそんなに、そんなに嫌だと思われるような動機が、果たしてあったのかなと思ってみたりして、うん、その部分を、うん、まあ、皆さんどう考えるのかなと思って、まあ、女性の視点で、 考えていきたいと思うんですけども、うん、どうなのかな、まあ、普通3歳と1歳、ねあの、うん、大変じゃないですかそして離婚するっていうのは、どんなことがあっても大体我慢すると思うんですよね。ちょっと切り替えて。んいや、まぁ、あ、何か我慢ができないような状況が十分考えられますよね。私が思うのは、まあお金と暴力かなとは思うんですけど。う まあ、暴力はあり得う,うい。お金がないあの。若いわけですよね、あそこの夫婦は。で、うん、安田さんはまあまあ,あの読者モデルやってイケメンだけども、どうも定職にはついてなかったようなので、そういう意味では経済力はないと思うんですよ。ただの色男だけど、金と力がないタイプ。で、それでしかも、まあ、わからないですけども、ちょっとね、お薬のお話が出てくることも多々ありますので、うん、なのであの、そうすると、まあ、 大体いいそういう人ってセットで暴力がくっついてきますので、なので、大体いいお金がなくて、しかも暴力を振るっていう、そういうタイプだったような気はするんですよね。うん、あくまでも、そうあるほどね、血筋から言ってもその可能性もあるみたいなことも思うのかな、あの、うん。割とこう、知りやすい、そうあの私はあの、韓国大好きで何回か行ってますけど、行くたんびにつかみ合いの喧嘩を街中で目撃してますからね。 <laughs> しわり <laughs> と,とこうね切れやすい方は多いよね。で特にあの、まあ、私江戸川区在住でもともとその葛西の方ってそのあの中国かの。 基幹事業で変えられた方が多くいらっしゃって、結局その方たちは日本語ができず、日本で仕事がなく、日本に馴染めず、結局的に、あの、半グレ集団を作ってしまったっていうのを、うん、まあ、知ってますので、あの、そういう歴史はどうしても中国、韓国系には多くありますから、まあ、そうやって迫害されてきてっていうのも、うん、できますよね。そうですね。ちょっと補足していくと、おくと、安田さん、うんうんうん 安田太郎さんは、お父様が韓国人で、お母様が日本人ということです。ですよはい。ですね。うん、で、あの、まあ、暴力というか、まあ、確かに当日、警察、大塚警察署に、奥様のお父さんが、お父様がの DV の被害を届を出してはいるんですけれども、でも、これって普通当事者が出すわけで、 お父さんが出してるっていうところが、まあ、ちょっと不審。うん、あるいは一緒に行くんだったらわかる。お父さん警察官ですからね。うん、ということは、指摘はしてるんですよ。まあ、検事、あの、村上弁護士は、指摘していますけども。うん、で,もで、まあ、DV、まあ、それともか、あの、被害届とは関かかわらず、女性が別れたくなる理由として、お金と暴力はあるよねっていうのは分かります。うんうん お金はやっぱり、ね、金の切れ目は縁の切れ目じゃないけれどもやっぱりお金がやっぱり収入がなくってでで子供が2人いて抱えてこのあとどう未来をね,ね想像できるかって考えた時にその絵図が描けなければやっぱり次の新しいものを何か求めていくっていうのは。 人間だったらあるのかな特に若ければ若いほど未来にあの、ね、夢を持ちたいわけですから、まあ、そういった意味でのお金っていうのはあるかなっていうのとあと暴力に関してなんですけどもあの、まあ、これはちょっと私の知り合いの話なんですけれども言葉の暴力で離婚した子がいましたた子いまねモラハラ系ですかね。だからあの決してあのこの こういう暴力ばっかりではなくてその言葉でそのお前はい、なんでそんなに駄目なんだとかねその存在意義をこうけ、うん、なしていくというかね落とし貶めていくっていうのかなそういう暴力もあるのでまあそういうことももしかしたら考えられるのかなとは思います。例えば顔に傷がなくてもそういう暴力を受けていれば一つの原因になるのかなと思いますね。うん、うんうん とねでも、うんまあ、お金がないぐらいだけだったら、であの、うん、お子さんを引き取りたいと思ってたみたいなので、田中さんの方は、と、うん、いうことは可愛がってたようなこそう考えられるわけ、ねうん、で、ね、普通だったら、うん、3歳と1歳の子供き取って育てようなんて思わないじゃないですか。でね,ね子供はもうお母さんがっていうイメージですよね。うんうん お母さん育ててっていうことを言ってるってことはあの、引き取ろうとしてるってことだから、そうなると、可愛がってたのかなって、まあ、私の印象としてはですね。子供のことはですよね。<の>奥さんとは別ですよね、うんうん。子供は可愛がるけど、奥さんに対してはそうでもないって。うん、あ、もうそれはあると思います。ね、逆のパターンもあると思いますけど。でも、もしかしたら制服し、制服欲がすごく強い男性だったら、 あの逆にその子供もを、ね、ネタにあの奥さんを引き留めておきたいっていうようなそういう心理ももしかしたらあるかもしれない、ね、子供が可愛くてほしいっていうんじゃなくてその奥様をつ,、うん、つなぎ留めておくための一つの手段として神経を求めたっていうのも考えられるのかなと。うん ちょっとサスペンスっぽくなってきましたけど。そうね、あの、先の愛ちゃんちみたいな感じを思い出しまたけど、そうそうそう、そんな感じ。きの愛ちゃんね、子供に関してね、相当愛情が奪い合いあったりとかね、あの、さらってっちゃったりっていうことですよね。それもあるかも。 をすごく韓国で儒教なので、すごく思っているので、タネオさんのタネって字も結局そのお父さんのお父さんの名前の字をつけなければいけない代だっていうことで、うんはい、そういうのをすごく大事にしますよね。かそういう環境ももしかしたらあるかもしれないなっていうのも少し思いま私はあの、まあ、他のことを考えていてああのエル、エルメスの続きじゃないけども、エルメス好きのお友達がいたので、 まあ、ちょ状況説明してどう思うって聞いたら、うん、夜が嫌だったんじゃないのって、<laughs> 言ったんだよね、まあ、確かにそれもあるかもしれない。<laughs> うん、まあ、2ヶ月ぐらいね、子供連れて逃げてたっていうことなんだけどね。うんまあ、それって確かに人になかなか言えないし。 まあね、親にも言えないですよね、とてもじゃない。親にも言えないし、すごい悩んじゃうと思います。自分の親にも言えないだろうし、<laughs> うん、そういう嫌で嫌でしょうがない。でも、外形的には幸せ,幸せに見えるんだろうけれども、まあ実はすごい、すごくそれが嫌で、だから他の恋、まあ、人を作るっていうかね、まあ普通にた,ただ単にお金と暴力だけだったら結構疲弊してるはずだから、疲弊してる、すごく疲弊してるから、恋人を作るっていうか不倫相手、 作っったりするのかなって、まあ、通常だと3歳と1歳は、ね、お子さん小さいと男性の方が脇するっていうのがよくやりしなパターンじゃないですか。す妊娠中とかよく聞きますよね。あそうそうそれは本当によくある話なので、はいね、だからそこがすごくあふ不思議不思議なんですよね。奥さんが池袋のキャバレーにいた時代ってどこなんでしたっけ お子さんを産んで、その間っていうのはキャバレーで勤めてないんですかねその前なんですか、ね、ああ、どうでしたっけねあの、<う>他のチャんうん、うんうん、ではな載ってましたよね。当,当時、当時もう1、ね、1歳とかでキャバレー行くって。 確かにそれで働いてるとなると、なか,かなりお金がないから働かざるを得なかった、まあ、3歳と1歳と、ねうん、1> いうことになると、まあ、もちろんね、私も働いてたので、別に、普通にあのキ,ャリアキャリアや執行の人は子供がいようは何だろうが、夫に預けて働くという働き方もあるので、それは、ね、面倒見てよって、うん、面倒見といて,てもらってって、わざわざの夫に会社を辞めさせて、あの面倒見させて自分を働くという人も。 いるんですよかります私も3ヶ月から子供を預けて働いてましたから、あキャバレーじゃないですけどね。しか <laughs> <laughs> もちょっと、とあの私も働いてたっていうのは <laughs> キャバレーで働いたの聞こえたらいけないなと思って。お金がな,ないぐらいだけだったらね、働けばいいし、子供の面倒見てもらって働けばいいだけだしっていうねこともあるので。 何がそんなに嫌だったのかなっていうことをまあ掘り下げて考えてみたいなって、意外と女性言えなかったりするから、そこは配慮,し配慮っていうかね、<え>まあ想像してみてもいいのかなとは思ったんですけど、キャバレーで働くっていうのは、キャバレーってどうなのかな、キャバレーとかキャパクラとかね、まあ、最後彼女、銀座のホステスもやってたみたいですけど、うん、なんか私もねどう、どうなのかなって、あんまりお付き合いがないのです、<laughs> 皆さんに解説してもらいたい。<laughs> ね、どういう店かによるんですけど、銀座もピンキリですからね。 ちょっとそこが分からないのでね。うん、でもね、まあ、一応有名なクラブの,、ね、あのトップだったっていう話も出てるので私のねあの知り合いの男性に言わせるとですねそのキャバクラとクラブ何が違うんだって、ね、あの私たち女性はあんまり行かないから分かりづらいんですけどもその知り合いの男性陣に言わせるとキャバクラというところは お金を使って気も使うどころだと。<laughs> 要は女の子たちに気持ちよくなってもらう。きあ気持ちよ,いよくお酒も飲んでくれてもらって、おいしいものも食べてもらって、お金も使ってっていうのがキャバクラ。で、クラブというのは、もう本当に心底自分を癒してくれたりとか、気持ちいい思いにさせてくれたりとか、えー、する場所らしいです。<laughs> はい。<laughs> なので、 銀座の、ね、高級クラブぐらいの,の,のトップ段階になると、もう知識も、えー、常識もあのいろんなその見識も含めてです、ね、やっぱりもトップクラスというふうに言われている。政治家とか企業回転するわけだから、ま,あ、まさにその信頼を得るう、うん、もう甘く見られるのではなくて<う>対等に見られるようにで楽しませて、信頼と好感度も高くてっていうそう,そうでしょうね。 新聞はま3、4紙は当たり前に毎朝読んでるし、えー、もう本当にそのお客今日来るお客様はどういうお客様なのかっていうのを、ちゃんとこう事前にこう準備をして、で、仕事に臨むって聞いてますので、やっぱりちょっとキャバクラとは格が全然違うかなと思いますね。あこ営業マンですよね、もうトップクラスの営業マンみたいなもんですよね。そう,そうです、そういうことですね。 の人たちは基本的にあの私も昔銀座で勤めてて、その後も自分でお店出したままの知り合い入れましたけどあの、お客様が来て、もう明日ゴルフですかって聞くのがもう上等句。で<ー>明日はゴルフじゃないよってことは、明日は朝が早くないよってことなんで、じゃあこの後大丈夫ですねっていう因果で、そのまま夜の街に消えていくっていう、もうそれがもうあのセットだと。あの銀座の高級店。 あもう枕営業も全てセットっていうのが私はイメージですので、うん、まあ、木原さんの奥さんもそういうことなんじゃないかなっていうふうには思ってはいます。うんうん、はい、もう、まあ。あの、トップ営業マンだったのね。<laughs> ね <laughs> そういうことですね。すトップセールスマン。うん。うんうん、で、<部>あるとなると余計にすごく不思議っていうかね、そんなトップセールスマンのような、すごく腕、まあ、利きの方だったら、 うーん2006年当時ね、うん、お子さんがいらっしゃったとしたら、まあ、もっとうまく分かれるというかねあの2000これちょっと補足していくと2006年にはあの自分であの自分自身は辞めたっていうことだったんですけど2018年は他殺だというふうに言われたですって、うん、確実に他殺の可能性があるということだったので。うん そうすると、まあどん、でも恨んでたのかな恨みの動機があると思われてるから、うん、参考になってしまうんでしょうけども、まあ、最終的には彼女は違うというふうにね、佐藤誠さん、撮影地の方もいますけどもね。そりますね。それには無理だっていうことを、ね、おっしゃってるんですすね。殺、ね、してくれって言われたっていう証言が、うんあの、奥さんからの証言で。 あの種尾さんに殺してててくれれっっ言言われたっていう証言出てるあー、そのワイさんね。ワイ、うん、さんの証言は、あそこはね、証拠がないからね、あのテープをあの貼って、ね、自分を殺人犯、うん、殺人犯にさ、たたえられるんだみたいな話とか、もう彼もね、売人ですよね、薬の売人ですからね、<laughs> 人ですからね。うん、後からいろいろくっつけて、結局結婚できなかったわけだから、うんね、結婚できなかったっていうかね、あの、 しようとしてたのかどうかわからないですけども、ま、うん、木原夫人は手に入れられなかったわけで。まあうまく使われた手ですよね。<laughs> ああ、そうですよね。うん、ね。うん。うんまあなかなかね。難しい問題はありますよね、この、まあ、あの捜査自体はね。でもやっぱり、まあ、最終的には銀座のクラブでトップはったかもしれないけど、やっぱりその二千六年の時点。時点では、若の女子も。まだ若いし、社会経験も。 まだだ全然ない状態っったのでやっぱりそのトップクラスになるまでの間っていろんな経験を積んでいく中であそこまで行き着いたっていうことだと思うので,、うんうん、で若い時はねやっぱりそこまで頭が回らないとかちょっと浅はかな考えしちゃうとか、うん、まあそういうこともあるのかなというさっき石川さんがあの心身ともに弱ってってで子供がいてって。 なった時に浮気するかなっておっしゃってたけど逆に心身が弱ってるからこそぎゅっとしてくれる人がそばにいるとふらふらっとねそ<う>いつもいかないところにいた、ねうん、そうなんかね私の辛い気持ちわかってる人がいるみたいになっちゃう可能性もそう,、ね、そうですねだからそれが男なのか宗教なのか <laughs> やっぱり弱いところに人って,てそうそうそう宗教にも行きがちだね確かにね、うん 行かなかったけど<ー>ね男の方に行ったけど人によっては宗教に行ったかもしれないっていうのはありますね。うん,う,んうん。すればわかりますね,ね、うん。弱ってるからこそっていうとあるかもしれない。ね、普段だってうなんだ。うん。そうなんだって石川さん。一番早いな。いや弱ってる時にったん,んだろうみたいな。あ,そうそうそうあでもなんかいい依存的な人部分があるってねあの。 記者会見でもどなたか記者がね、聞いてましたけどね、横田真由美さんが依存的な傾向ありませんでしたかみたいなことをね、聞いてましたけど、何かに依存する、うん、確かにいますよね。常にこう依存して、うん、もうそれが可愛いと思われるっていうことなんだろうな。そうそうそう。私も身につけたいな。 る <laughs> 私たち3人はちょっと強いんですよ、だから。そう、タイプがね <laughs> よく。よかったらいけないね。和 <laughs> になってでもね、彼女自身の <laughs> リスクマネジメントのためには、え選ぶ相手間違っちゃったかなとは思いますけどね、あのうん、政治家の奥さんだったらやっぱり表に出なきゃいけなくなっちゃうから。 ひかに、密かにこうただの金持ちと結婚すればよかったのになって思うんですよ。でも、<laughs> そうしたらこんなふうに叩かれることもないし、まあ、もしかしたら再捜査もなかったかもしれないですよ。うんうん、そうですね。穏便に住んでたかもしれない。そう。そう,う,んうん。ここは最大の誤算かもしれないですね。うん、そう。最大の誤算ですよね。ほんと。そうかも。あのちょっとよくに面がくらんだかな。ね。え、うん、見れるけど。そう。 この後、どういう人生を歩むかに、まあ、男性をどう選ぶか。また、あ、って、銀座のトップホステスだったら、彩り緑ですよね。どうでしょう。ねねなんだ。だから、選べたと思うんですよ。いや、あの、私の、のあの書き込みには、弱みを握られたんですよ。っていうこともあったんですよね。<laughs> <laughs> 弱みを握弱みを握るて <laughs> いうか、まあ、貶められるていうかね。であれば、やっぱり彼女が選んでるってことだから、 どっちが選んだのかなっていうのは、ごく興味はありますよね。まあね、木原さんはちょっとね、キャリアはすごいけど頭弱そうなんだよね、そっちに関してね。ちょっとだって。下半身が弱いだけじゃないそうそうそう。欲望に。そうそうそう。だなって思う。女を見る、なんかね、不とかもしてるしね、だから、女を見る目はない。とりあえず目の前のもに行っちゃうんだなって感じはしますよね。 そういう時は,うう時は最大のね侮辱ですよねあのね堂々とあんなの取らえちゃってねっあ,あいつの子でもあれよねある意味ダメにつくんだよね木原さんのですよ、ね、ですよ <laughs> だから彼女自身もね、ま、昔のだからその男性経歴見るとやっぱりダメンズ好きの人っているじゃない世の中になんかそっち系なのかなってちょっと思ったりして ではちょっとキャリアはキラキラしてるからね、ね、うん、一瞬ごまかされたけど、うん、中身はダメだダメだったんで、やっぱりそういう意味では <laughs> 見る目がなかったなっていうね。いやそれをお、ね、木原さんも奥さんもお互いお互さまっていうところもあるかもしれないけど、うん。政治家になろうって男は銀座のホステスをね妻にしてはいけないと思う。愛人までだと思う。うん、そうよねでこ,でこれから あでも結構、人社のホステスってみんなやってるんだってね、あの三浦瑠麗さんもやってたんでしょやってましたね。だから、全然、実は恥ずかしいことじゃなくて、キラッキラのキャリアの中の一つなんじゃないだってトップセールスマンだったら。<も>そうじゃないのそ,れそれで結局、日本テレビを内定になったのに、そのバイトの姿がバレて。 一回就職なくなったって言って、裁判所タ起こして、いまだに頑張ってアナウンサーやってる方いますよね、日テレさい,います、います。うん。あん彼女、クラブだった銀座の。なんかそういう。キャバクラの方じゃなかった銀座のキャバクラ多分ないんじゃないですか。ないかな。うん、うん、なんかありましたよね、でもね、そういう。一応な,なんかちゃんとしたクラブっぽいとこだったんだけど、それでもあの、日本テレビから NG が出てっていうのがあったんで、やっぱり一般企業的に、 あの自分は行くけどそういうとこの人はまずいよねっていうそういうねあだよね風潮 <laughs> だね,ねうん。風してあるかもしれない、うん、ねだからやっぱり聞こえは良くないんでしょうねでもねあの私のど、ままま、ママ友では、はい、銀座のホステスやってた方いるんですけど彼女は一般家庭に入って、うん、あの静かにしてるらしいですけども <laughs> 周りの女の子たちは <laughs> 銀座のホステスやって、どんどん大企業に引き抜かれていって、秘書やってるんだって。そうすると、えー、馬鹿らしいわよね、とかって言って。<laughs> 要するに、一生懸命努力して、こうね、あの、上がっていく人と違って、うん、ホステスやって、うまく、ね、社長に気に入られて、うん、秘書やって、大企業の秘書やってるんだよね、みたいなこと言ってたから、本当に馬鹿らしいわ、彼女は言うの。うん、だから、あ、社長がいいって言ったら、関係ないんじゃない 私も、ね、知り合いにね、あのー、銀座のクラブで5年間トップ張ってた子いるんですけども、まあ、とにかく気遣いがすごい。もうね、本当に気がつかないところ、すっと手が出てきたりとか、だから、そういった意味では秘書向きなのかもしれない。ね、あの本当にトップ張ったあのホステスさんって。もう気配りから何から、その、なんていうの、前もっての,その調整から、準備から、えー ものすごくもうかゆいところに手が届くぐらいの仕事ができるみたいなんですよ。確かになので、だから、ただ気に入られたから秘書さんやるっていうよりも、そういう才能で秘書ができるっていうところも私はあるんじゃないのかなって思います。だから別に恥ずかしくないことなんじゃないですか。恥ずかしいことでもない,ないんだろうと思うね。うん、そしたら、私、今度、木原さんね、あのー、選挙、もうそれ、 もうすぐ選挙、解散もありそうだから、うん、どうなるのかなと思っていて、やっぱり選挙って奥様が出ていくって行、うん、かなくちゃいけないわけですよね。うん、ねそこで、ねうん、奥様を出すことは出てったら、うん、それか面倒くさいから離婚するのか、どうなんでしょうか。ね、なくはないですよね。なくはないね。うん。うん、そのこと言いなきゃ出さなくて済みますからね。うん うん、そうよね。うん、そうどっちでしょうね。楽しみですね。<laughs> うん、ちょっとそこも期待しないようにいきましょう。<ー>今度、ね、出せなけです。出さないでまたつ疲れるでしょ。<laughs> もちろんこういう問題がやっぱり本当だったんじゃないかとかね。か言,わ言われちゃうから、うん、うちにしろ言われますよね。言われる言われる。まあ、でもほら選挙ね。比例も入れるから何もしないで比例でとかね。あ、うん、<laughs> いももうのも。 だ,だから自民党の重鎮としてね、自民党幹事長代理とか、2>, まあ2つ、二つも兼務するっていう。ね、なんとしてでも投与な,なかなか、岸田さんも考えるよね、うん、<laughs> これはね、<laughs> 政治家も。でもね、もう一つちょっと言っておくと、あのーまあ、木原さんはやっぱり能力は高いとかも言われていて、まあ、下半身だらしなくてもね。 でもほら増税とかやってるじゃないですか。で彼、まあ、キラキラの財務省出身で、増税とかマイナンバーとか、彼がもう本当は活躍してちゃんと抑えるべきところに抑えられなかったから、もうトラブルが起こってるっていうこともあるわけ。まあ、そ,ういう人そういうことを言ってる人もいるんですよ。あんまり騒ぐと、もっと増税がひどくなるぞみたいなことを言ってる人もいるんだよね。 木原さん一人で何ができるっていうのもあるし、私も、あのーまあ、そもそも,でも捜査止めるのに、本当に木原さんが止められるのかなと思っていて、二階さんが、幹事長がやりなさいって言ってるものを止められるかなとも思うから、うん、なかなかそれで、まあ、木原さん巻き込まれ事件とは言ってるんですけどね、木原誠二さんね。まあ、でも、このあとどうなるのか楽しみですね。また ほぼ文春さんがね、動きないので、うん、またね。そう,そ,うそうなんですよね。うん、今度、佐藤さんの連載が始まるようですから、また見ていきたいと思ってます。はい、楽しみです。でははい、ちょっと言い,い,い,い切ったかな、はい、大丈夫ですかということで、今日今日のメディアトレーニー座談会は木原、木原さん問題を取り上げて、マシンライト、交換とのコミュニケーションをちょっと変わった切り口でお話ししました。 山口さん、高橋さん、ありがとうございます。いますはい、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。いいねボタンもね、コメントもぜひお願いします。お願いたします。